感じで盛り上がってきたわね。リオン先輩、やっぱり。でも最後の新曲は私たちだけじゃ。前を向きなさい。私たちは最後までスピカを貫くだけ。長かった記念ライブも本当にあっという間。名残惜しいけど次の曲で締めくくらせてもらいます。曲名は、ちょっと待った！待たせてごめんね。久我山リオン、ただいま到着したよ。マジで間に合った。これだからスピカのファンはやめられねえんだ。待ってたぜリオン。おかえりリオン。まったく遅いのよ。みんな本当にごめん。あとは全力を出すだけだね。お願いします。先輩、任せて。最後の曲は新曲。みんな思いっきり楽しんでね。いくよ。PV とはレベルが違うっていうか。ロックでもないのに痺れさせてくれるじゃねえか。願いの翼ですか。ったく、相当疲れてるだろうに。どんだけタフなんだっての。よかったな久我山。うまくいったようだな。
危うい場面もあったようだが、だが収穫は得られた。彼女の中の因子は完全に眠っていたはずだった。ミクリア智明、彼の小細工はただの後押しに過ぎない。つまりそういうことだな。ああ、やはりこの森宮にはいる。全ての異変のきっかけを引き起こしてきた存在、かの者に連なる落とし子が。今回の件で大体の場所も絞り込めた。計画の下準備は全て完了したと言えるだろう。共同戦線もあとわずか。それまでどうかよろしく頼む。こちらこそ先生。あれから10年、舞台は全て整った。さあ最後の詰めを始めよう。